マッチ棒パズル。正しい等式を作るノートレが全部で5問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は3+2=5 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は16-10=6となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は −6+11=5となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は5=5=9-4となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5×4=12+8=20となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。